で？で？これからのでいきなりむずい。まあでも法政卒業するわけじゃん、はい、そっからプロの道ってなかったの？いやそれが当時声かかってたんですよ。もちろんそうだよね。あのプロも行けたし、うん、関東実業団からもオファーしてたし、でもなんかめちゃめちゃその時冷めちゃったんですよ、バスケに。バスケの熱が、うん、で当時 JBL だったじゃないですか、はいはい、あんまりこう盛り上がってないと思ったし、なんかこうそそられなかったし、うんうんうん、でやっぱずっと部活やってたんで、うん、もう飽きてきちゃった部分もあったんですよ、うん、バスケに。バスケに、でバスケ以外でちょっとやりたいことを見つけようと思って、うん、で俺姉ちゃんがモデルやってたんで、うん、その姿見ててちょっとモデルの、俳優になりたいとか言ってたもんね。そう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 、モデルとかその俳優業、うん、そうだよ、ね、だって俺ワークショップとか行ってましたもん、演技の。演技の、あ、じゃあちょっとできるんだ。今もう狙ってないの？今もう無理っすね。あ、そう、大変さ分かっちゃったから。あ、そうなんだ、うん、なんか引退してからとか例えばね。まあ引退したらいいかなっていうのがあるんですけど、でもマジで大変なんだ。すごいなと思ってた、あの世界は。演技とかモデルとか6勝負するの50代。ここから50代で50代で何やんだよ。死体役じゃねえかよ。ポルノだったらいけますよ、ポルノ。ポルノなんかもう言ってるもん、下手だから。バカやろ。全然使えない。お前の話全然使えない。やばいっすね。やばい。ダメだ、ダメだ。だからそれで、ね、プロのみちゃんじゃやめたの。飽きてるから。もう飽きちゃう。そんなことあるかね。うん、プロよ。ねえ、そこまで行ったらね、もうちょっと上を目指したくならないかった、ね。BJ じゃなかったんだ、その頃。BJ もあったんですけど、BJ 金クソほどもらえないみたいな。ああ、それは確かに。やっぱそうだったんだ。クソほどもらえねえって言うんだよ。やばいみたいな、本当一部の人しか金もらえないみたいな。そうね、そうあったね、あったあった。で当時自信もなかったんですよ、俺が。え、うん、プロに行ったらもうやれるっていう自信もないし、うん、サイズもそんな大きくないし、うん、あ、まあね、プロになってたんで、まあ、はい、確かに。で自信もなかったから、うん、余計ですよね。バスケ熱も冷めてるし、うん、行ったとしてもすぐクビになっちゃうだろうな、うん、でお金もそんな稼げないだろうな。なるほどね。でモデルを目指したと。そうですね。うん、でモデル目指したんですけど、うん、目指す途中にバスケやめた反動でめっちゃ飯とか食って、そこか、そこか。モデル目指してるのに、モデル目指してるって言ってる割にはもう反対方向にめっちゃ食って、太って始めて、やば。そんな時に、うん、あの間際から連絡来た。アンダドックのマニア。もうマニア先にアンダドック入ってて、マニアもアンダドック入ってて、なんなら大学、うん、まあ、マニア日体大行ってて、うん、俺法政ですげえ仲良くて、うん、毎週一緒に遊んでた。ああ、うん、だろうね。でしょうね。ですよね。でしょうね。前にとも毎週遊んで、うん、試合でも、まあ、会ったりとかして、うん、仲良かったんで、うん、で前にもそうじゃないですか、モデル目指して、だったね、プロ行かないでっていう、うん、同じ境遇だったのもあって、うん、したら俺に声かけてくれて、うん、お前じゃあ、そのバスケの道行かないんだったら、うん、アンダードックってあるけど、うん、お前来ればストリート来いと、はい、マニーからなんだ。そうなんですね、はい、でも当時アンダードックに入るのも結構難しかったんで、三井さんの査定があったんで。ああ、あのポーズね、はい、そポーズリーダーリーダー三井そリーダー坊さんが坊さんがね、はい、ポンポンポンって査定されるんで、査定されるんで何枚だっつって、それはさ、ストリートバスケは知ってたの？いや、あの、でも高木さんと清涼さん、うん、もう入ってたから、あの出てた DVD を見たんです、オールデーのストリートカレッジみたいな。あー、血が負けたやつ、優勝したやつね。そうっす、あれは DVD で見て、お、かっこいいなっていうのはシンプルに思ったんですけど、うん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 、でもそこまで知らなかったですね。サムシティも知らなかったし、うん、オールデーも公演でやってるぐらいだなっていうのは思ってたんで、うんうんうん、全然知らなかったです。で、マニーに誘われて、でどっかのなんか練習試合行ったんですよ。で当時アンダードックに、まあ、ST とかもまだいて、うん、なるほど、 ST さんとかもいて、うん、でそこで練習試合行った時に結構みんなにこう気に入ってもらえた、気に入ってもらえたんだ。坊さんの査定はもう取ってた。坊さんの査定取りました。みっちゃんって言ってやれよ。みっちゃんって言ってやれよ。
怒られますから、ね、絶対見てたら見てる。俺絶対怒られない。あんちゃん怒られない。貴さん。王さんっていうの。三井さん、その日にもう飯とかも行って、交流深まってて。なるほど。で、その時に、うん、じゃあボーラーネームどうするかみたいな話も、うんうんうん。で、なんかいろいろ、まあいろんな話あって、うん、お茶代がいいんじゃないかとか。薄寄りだよ。そうね。ちょっと CM 薄いよ。三井ちょっと薄寄りだからね。S 寄りの。S 寄りの名前だった。でもその時にもうワールドって決まったの。それが、じゃあなんでワールドって決まったかっていうと、うんうん、まあ、デニス・ロッドマンが好きだよね、うん。で、ロッドマンが好きだっていうのをずっと言ってたんで、うんうん、じゃあ、ワームでいいんじゃねって言ってくれたのがマムシさんなんですよ。マジで、すげえマムシ。その日のピックアップゲームにちょうどマムシさんもいたんですよ。いたんだ。アンダードックと、うん、どこでやったかわかんないですけど、埼玉のクラブチームかわかんないですけど。へ、う、ぇ、ん、ー。で、マムシさんがいて飯食いに行った時に、うん、ちょっとワームでいいってなって、ワームっていうニックネームで活動するようになった。その日から。だって背番号91だからね。ね、うん、ロットもね。でもあのリバウンドの取り方は、いやあれも、ね、あれはもうね、うん、完全にデニス、完全間違いない、完全、うん、もうデニスに寄せに行ってますよ、寄せに行ってますよ、両手で取れるやつとかも、そうだね、片手でこう、ね、あえてやつってこう、ね、一回こうやって止まるから、みんなに送られます、早く出せ、早く出せ、なるほどね、はい、そっからなんだストリート。ね、ワーム、いいね、MC がちゃんとつける、うん、そうですね、確かに、それが一番ね、しかもパンチもあったし、うん、ストーリー性もあったんで、なるほど、ずっと好きだったっていうのもあった、なるほどね、そういうのがいいな、うちもまあ、たぶんそれ、みんな多分連中思ってたと思う、金玉あんたけんだから、金玉あんたけんだから、一番笑いました、笑ったの、だって俺、ちょいちょい見るんですよ、エースのロスが未だに見ますよ、気になって、たまに DM 来るの、なんすか、なんすか、めちゃくちゃおもろいっすよ、ワンとショウが来るの、ショウを見てる、ショウを見てる、最高っす、見てる、そう面白いっすよ、ちょっとね、こっちに俺表情合わせてんだよね、名前こっちにこっちを笑わせるための、あ、なるほど、名前作ったってもらったことある、なんやかんやけんやですからね、なんやかんやけんや、でもあいつね、自分で気に入ってると思うよ、マジでかんやけんや、やばいっすよね、やばい、いや、面白いっすよ、シャバーニもいますよね、シャバーニ機能ってないゴリラだから、イケメンゴリラだからね、シャバーニ機能、いや、マジで、もう、ハンスも俺、普通に、ハンスター出てこい、エスト、エスト、出てこい、最後俺、セクシー小林って、いや、ね、しっかりチェックしてみてね、これ、自分で決めて、小林はアンちゃんしかいない、でもあれもね、守りに入ってんな、お前って言われてんの、俺は。もっとやっぱセクシー。ちょっともう、もっと。もっと言わないですけど。もっとやっぱ過去に面白いこといっぱいありますから。それは言わないです。これ、それだけは俺言わないです。なるほど、そこで、なんかまあ、ストリートのね、始まりね。で、一番最初に出たじゃあストリートのイベントって何は、オールですね、もうすぐ出た。オールデーが最初なんだ。一番最初はオールです。なんか俺覚えてるのは大阪に来たよね、サムシティ、大阪のサムシティも行ったっすね、それはではオールデーの後なんだ、オールデーの後なんだ、オールデーが一番最初に出て優勝して、あ、そこで優勝してんだ、優勝しました、あ、サンデークルーガーの決勝、そうなんだ、当時も俺 もうすげえイケイケだったんで、うん、サンデークルーの外国人にめちゃめちゃ喧嘩とか売ってたんですよ昔そうだったね、もうバームってね、もう昔だからバチバチ言ってたね、でもその時の時代もみんな結構バチバチしてたじゃないですか、あの時ってめちゃめちゃ面白くて、うん、バッチバチの時に相手の外国人に怒っちゃってサンデークルーなんで誰よ、誰だか忘れてたんですけど試合終わってんのに、うん、お前裏来いよ俺いつも代々木で裏来いってみんな言ってんの、淳、うん、とかさ、うん、お前裏来いって言って、裏ってどこテントの裏人いっぱいいますよ、これおっしゃる時に座ってんだ裏来いってどこに裏なんだろうって俺ずっと思ってたよでもありがちっすよ、ね、もう揉めがちじゃないですか、揉めがち、散々揉めた、これの子だで、なんかまあ三井さんとかはいいみたいな感じで、うん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 、止まって終わったりとかしてたんですけど、うんうん、まあでもあの時懐かしいですね、もうガンガン行ってたんで、うん、へえ、サムシティの大阪覚えてんな、一人デブいんなと思ったでもデブでやってたよねストリートボール
タジオね。ゴリッゴリのデブでした。デブだったよね。今思えば、なんであんなんで出てたんだと思って。恥ずかしいですよね。ラルフ・ローレンのネックレスしてて。試合中いや、あの、試合中、もう、あ、練習中とか、試合中外してましたけど、練習中とかつけて。うん、それ相当ディスられてましたね。あ、誰に？渡るさんが。マジでダセーかあ、でも良かった、だから茨城県人だからね、うん、あの、ついやみ公式プロフィールです。渡るのおかげじゃそんなかっこよくなかった。いや、本当そうですよ、渡るさんとウィンさん、カツさん、そうね、マックスさん、アンダードッグ、アンダードッグね、マックス、そうね、もうそこのおしゃれなおじさんたちがね、ファッションパイセンたちにもう叩き込まれて、うん、まあでもアンダードッグってそのイメージあるもんね。そこはね、かっこいいことやるな、ほんとかっこいい、ね、うん、そっからミナリとかも気になし、あ、そうなんだ、はい、モデル目指してるとき気にしまうそうね、そもそも時期がそもそもそこだろ。モデルになりたいっつってね、めっちゃデブデブオールで出てきた。ジョバンニからどうか。ジョバンニ喜んでる。言ってみた感じだよね。ぐらいな感じだったね。マジでそんぐらいですね。懐かしいな。じゃあストリートでさ、マシュマロ自分で活躍したなみたいなのって。ストリートで。でも最初から活躍してた。まあ、いや、してないっすよ。そうでもなんだよね。はい、だってその年も、でも超ラッキーなのが、それでストリートとエリートとか出してもらったじゃないですか。ああ。ロードマンにマッチアップしてた。そこがこう、うん、なんだ、そういうのがどんどん経てって上手くなったんですけど、 あの年は特に何が何だか分かんないけど、うん、とりあえずいっぱいあんちゃんと一緒に上海行くとか、めっちゃ笑ってますけど、はい、上海の話はいや、そこじゃないですか、ね、もうしかもただ上海行ったって話ですから。あ、ならいいのか。それはいいんだ。じゃあ上海の蓋を開けてないんだ。それはもう開けとく。試合もパンドラの箱だ。パンドラの箱で割れといて試合全勝したじゃん。サブシティでさ、もうすごくなったじゃん、ワームって、はいはいはい、バン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 すごくなっててね、うんうんうん、でそれからだから上海とか行ったり、うん、ストーツとか行ったり、なんで俺が止める役なの、怖いちゃうかな。なんで俺が止めてる役なの。それが話したいと、上海の話じゃあしようか。ダメですね、ダメだろ。ダメダメ。そうだよね、はい、そっか、なんかその経験がすごい。そうだったよね。だからいろんな、あの当時ストリートのイベントがあったので、うんで、うん、みんながこうセットしてくれたじゃないですか、うん、スタッフの皆さんが、うんうん、もうあんちゃんもそうだし、うん、秋葉さんとかも、うんうん、あの時やもうプレイグラウンドが多かったんで、うん、でその後サムシティ出て優勝したりとか、うん、まあ、ストリートとエリートもそうだし、うんうん、でその後ちょっと経ったらキングオブザロックも、うんうん、そうだよね、キングオブザロック行って勝ってんだから間違え勝つな、あれ。でも今でも覚えてるのが、うん、1年目のあの新規までやったやつあるじゃん、はいはい、もうめちゃくちゃ盛り上がったやつ、うんうん、俺あんちゃんお前が勝つと思ってたからみたいな。でも決勝で三井さんに負けるんですよ、はいはい、うん、それがまあ、いや、あのね、なんか指定対決というか、 あれはちょっとね、ちょっとなんか感触が自分も結構見てるからもう、うん、で、秀樹がまた俺相手だとなんか尋常じゃないパワー出してくるんですよ、うんうん、秀樹ってことだったんじゃん、秀樹一瞬あれと思ったら秀樹が見てると思う、大沢見てるかね、秀樹ちゃん来てよ。いやーもう本当に、うん、時絶対俺が優勝すると思った、うん、乗ってたんで、うん、そうだよね、だって修二啓太千尋って倒して、それを倒した、啓太千尋倒したら、うん、いけるって、うん、最後坊さん出しみたいな、最後坊さん来いって言っ返り討ちがボッコボコされたじゃないですか、うん、ボコボコだったっけ、ボッコボコす、三井さん相当入るわ、中やられるわ、で俺全然攻めれないみたいな、パニックになっちゃって、うん、自分のプレイできなくなっちゃって、でも結果あのもういいストーリーが出来上がっちゃうっていうか、うん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 、ボスが勝っちゃうみたいな、そうね、うん、なんかそれは騒いだ記憶あるね、うん、あれは本当すごい見てて楽しかった、うん、完全にかませ犬で終わったんだあの時。いやいやいや、でも結果見たらさ、はい、ね、あいつは坊さんになってるしさ、いやいやいや、坊さんになってる時は本業ですよ、なりたくない人がね、本業だろ、なるべくしてないけど、坊さんも簡単になれないです、あの、なんか捕まってなったのかな、捕まってあの叩かれてるやつじゃないです、文句じゃないよ、文句じゃないです、叩いてる方だよ。なるほど、ストリート、他何ストリートといえば、
あとはフルコート21優勝、フルコート21優勝、日本で優勝してニューヨークで世界チャンピオンになった時ですね、初代。うん、あれはすごかった。あれは見ててバービーさんと一緒に行って、うん、ニューヨークのハーレム行ってマジで超治安悪いとこ で、うん、でバンさんもお前もなんか2ドルぐらい持ってるだけであと持ってくるんだって、うん、ゲトーだゲトーだ。確かに見てるやつはみんなヤバいっす。ヤバった。でもそのドアウェイな環境でね、行き切ったもの俺も全部見て。だって応援されてないわけでしょ当然。いやもう超汚いヤジとか言われてるし、俺でも分かるぐらいのヤジ言われてるし、でバーニーさんも後からお前マジでヤバかったよね、俺も余計なんかあんまり魚ですんなみたいなバーニーさんに言われてて、うん、あんまパフォーマンスとか言われてやマジで片手にはやる片手で取りに行くでバーニーさんは、うん、カメラクルーで来てくれてたんですよ、うん、もうめっちゃ応援してくるんですよ、うん、でうるさかったんですよバーニーさん、うん、あばあばやめよ。あばあば、やめて。これマジで付き合いないから。マジでエースですもんね。俺もモノマネしようか迷ってたんですよ。あんちゃんがやっちゃって。俺がでも一番似てるって。散々見てきたもんね。あいつのことは。散々見てきたから。まあでもそういうところで鍛えられたってことね。いやもうめちゃめちゃ鍛えられたっすね。もうストリートのイベントだってほぼ出てたっすね。出てたね。個人もチームも、うん、もうワームは確定だったもんね当時。なんかそういう対外試合というか、うん、なんかそうっすね、オールスターとかも全部、ね、そうだよね、全部だよね、うん、ライジングサンズとか、ライジングサンズの K54 とかも、うん、ストリート日本代表で行かしてもらいましたし、うんうん、サムシティの遠征も全部全部行ってたね。そうだよな、ワーム全部行ってたわ、うん、夜の付き合いがいいからそれでまあでもそういうとこあるよね。まああのストリートは夜も戦えるメンバーそう間違いない、まあ、俺エースだったけどまあでしょうね不動のね不動のエースだったけどあんちゃん絶対いましたもんね多分あれ選ぶとき絶対最初にあんちゃん選んでますよねまずは選手をあんちゃん選んでそこから夜も戦える選手そうだねまあ、あのうまく飲み入れてたから、ね、昼間も戦えへんよ、夜も戦えへん、ケータワームは絶対だって、いや昔のストリートしかも、うん、そうだったよ、ね、昔の話よ、そうだった、これはじゃないよ、今ね、そっからプロって何？いやそれが3年ぐらい、うん、じゃあモデルのまあ端くれみたいな、まあ、仕事しながらオーディションも受けてたんですよ、うん、当時、うん、で、まあ、ちょろちょろ仕事しながらアルバイトをマギーとやったりとか、うん、銀座のスペインラリアでやってた、聞いたことあるやってたんですよ、やってた、で一緒にやりながら、うん、トレーニングとかも合間でやって、うん、でそれこそ携帯電話の販売の営業とかもやって、ね、うん、やってたの、うちがね、そうそうそう、うん、うちが、うん、いろんなアルバイトやってて、うん、JBL が NBL になる瞬間の時、うん、もうプロリーグを目指すみたいな時に、うん、トライアウトあったんです。 BJ リーグのトライアウトは1回7000円ぐらい取られるんですよ、うん、でなんや金払ってトライアウト行きたくないと思ったんで、うん、全然受けなかったんですけど、うん、NBL 無料だったんですみたいな、へえ、でマニーと話して、うん、ちょっと今俺らどのぐらい評価されるか行きたいし、なんでそうなんだ、だしもうその時ストリートでもうバンバンやってる時で、うん、バスケの熱がもう、うん、すごかったんだ、もう新しい刺激でさらにこうバスケ改めていいなって、うん、上目指そう目指そうみたいな時あった、うん、バスケで飯食いたいってなってたんで、うん、俺もマニーも、うん、で一緒にトライアウト受けに行ったのが25とかマニーが26で、うん、3年ぐらい経った時だったんで、うん、受けに行って、でまあ何個かチームがオファーあったんですけど、うん、でマニアそれで熊本ボルターズに行ったね、もうまさにプロになれて、で僕も何個かもらえて、その中で、うん、まあ、今所属してる越谷アルファーズの前身の大塚商会アルファーズっていう企業のチームに入ることができて、でさらにストリートをやりながら 3x3 をやりながら、うん、そのバスケをやらせてくれっていうお願いをしたら、うん、アルファズが OK してくれて、それはすごいわ、他のチームはできなかったんで、なるほどね、そこでプロのキャリアが歩み始まった、始まったんだ、それでバスケで生活できるようになったんで、なるほど、